はい、そうしましたらね、エントリーポイントが来そうなので、ちょっと待ってるんですけども。はい、したら今 NZD-USD ですね、こちらで10万円のハイエントリーを1本だけ行いました。まずはね、こちらの結果を見ていきましょう。はい、そうしましたらね、しっかりと陽線形成されてますので勝つことができています。で、今回10万円でのエントリーでしたので8万5000ですね、8万5000の利益の獲得となります。はい、どうも、バイナリー投資塾の陽介です。さてね、今回もやっていくんですけども、今回は軍資金1万円で OK です。1000円スタートでもしっかりと月にすると50万以上、これだけ稼いでいくことができる賞を伝授したいと思います。で、今回ね、ボリンジャーバンドを使って、逆張りのエントリーをしていくんですが、そんなね、ボリンジャーバンドの逆張り仕様でも、ただ天敵と呼ばれるバンドウォーク、そのバンドウォークの回避にもしっかりとつなげることができるんです。バンドウォークがね、知らないよって方もいると思うので、簡単にちょっと紹介していくんですけども、これがまずロースカッシュです。で、バンドウォークって、こういうね、インジケーターになるんですけど、このバンドウォークのこのシグマって呼ばれてる部分、分かりやすいので、ね、色変えるんですけども、このシグマと呼ばれてる部分に対してロウソク足がこのようにね、張り付いちゃうってことをバンドウォークっていうふうに言います。つまり逆張りをしていくのに、価格がこのように上昇してたら逆行してるわけじゃないですか。つまり負けちゃうってことです。これを今回回避することができるんですね。なんならこのバンドウォーク、このバンドウォークを味方につけて、この形に沿った上でエントリーをしていく、要は順張りエントリーを仕掛けていくこともできるってものになります。これ気になりますよね。つまり逆張りと順張り、これ両方を行うことができる手法、これが今回のこの手法なんですね。これだけ稼いでいくことができる手法になるんですけど、この細かい詳細っていうのを本編の中でお伝えしていきます。なのでこの機会にぜひご自身のスキルに落とし込んでいただきたいなと思っています。そして負け続けている方、あとは勝てないっていうふうに思っている方は、それにマイナス分を取り返したいっていう人はぜひ見ていただきたい動画になりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ではね、詳しい解説されていく前に、まずは僕の LINE 登録をしてください。今僕の LINE 登録していただけると、バイナリーで使える無料のサインツール、こちらを完全無料でお渡ししています。ぜひね、この動画を最後まで見ていただいて、しっかりと稼いでいってほしいなと思います。では早速やっていきましょうか。本編スタートです。はい、そうしましたら実際にね、チャート画面を通して解説していきたいと思います。で、今回こちらの仕様、5分足を用いていきます。つまりチャート画面も5分足のローソク足で設定してください。5分おきにローソク足が形成されるチャート画面で設定してください。僕は XM トレーディングっていう証券会社を使ってるんですけども、このね、 M5 っていうのが5分足を表してくれます。ここで1分だったり15分、あとは1時間だったりね、それぞれのローソク足を変更できるんですが、今回5分足になりますので、M5 と設定されてあれば OK です。他の証券会社でも別に5分足おきにね、ローソク足が形成されているものであれば問題ありません。では早速やっていきたいんですが、今回使っていくインジケーターは2つです。たったの2つしか使いません。ボリンジャーバンドとモメンタムの2つです。ではまずこのメインチャートにあるボリンジャーバンド、こちらからね、挿入していきたいと思います。まずこちらの挿入インジケーターのトレンドの中にあります、こちらボリンジャーバンドですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずこちらパラメータのところで期間を15、偏差を2、適用価格をクローズで設定をしてください。僕はね、今回赤色を使っていきます。こちらで設定は完了ですので OK ボタンを押していきます。そうするとこのようにね、メインチャートに表示されます。では続いてこちらモメンタムですね、こちら同様に挿入ですね、インジケーターのオシレーターの中にありますこちらモメンタムを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずパラメータのところで期間を14、適用価格をクローズで設定をしてください。で、僕はね、今回青色を使っていきます。で、次にレベル表示を押していただいて100のラインを設定してください。で、モメンタムでいう100のラインっていうのは0ラインを意味しています。つまり真ん中の線ですね。例えばじゃあ RSI とかだと0から100っていうのが決まってるんですね。その中で真ん中のラインを引くってなると50を引いていくんですが、モメンタムに関しては真ん中のラインが100に当たります。つまりこれを0ラインとして使っていきます。
こちらで OK ですね。はい、そうしましたらね、準備が整いましたので早速条件の方をやっていきましょう。はい、そうしましたらこちらがハーンエントリーのポイントになります。まずモメンタム見ていただいて、このメイン線、このメイン線が基準線より上を推移していることを確認してください。その上でボリンジャーバンド見ていただいて、この上のシグマライン、この上側のラインですね、このシグマにタッチしていることが条件です。でこれただタッチしてるだけじゃなくて、陽線が2本連続で続いてる時です。つまりただただね、こうやって2本ローソク足が続いてるんじゃなくて、陽線が2本連続で続いてる時、ここですね、ここが条件が一致したポイントになります。つまりこちらの達線の次なしでハーエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。でこの条件でいくと、ここもねエントリーポイントなんじゃないかって思うと思うんですが、今回この章に関してはハーエントリーとローエントリーを交互に行ってください。つまりこのハーエントリーの条件が揃ったら、次はローエントリーのポイントでエントリーしてください。例えばじゃあ1時間だけチャートに貼り付いてエントリーするとします。じゃあここでエントリーポイントが一致して、次条件が揃うポイントがローエントリーであることが条件ってことです。さすがに1日1回しかねポイントがないってわけじゃないので、1日空けてれば問題なく次の日もハーエントリーでも構わないんですが、短時間でチャートに貼り付く場合っていうのは交互に行うようにしてください。それではね、実際にハーエントリーのポイントでエントリーしてますので、そちらのトレード模様をご覧ください。はい、そうしましたらね、エントリーポイントが来そうなのでちょっと待ってるんですけども、はい、下に今 NZDUSD ですね、こちらで10万円のハーエントリーを1本だけ行いました。まずはねこちらの結果を見ていきましょう。はい、そうしましたらね、しっかりと陽線形成されてますので勝つことができています。で今回10万円でのエントリーでしたので8万5000円ですね、8万5000円の利益の獲得となります。はい、そうしましたらね、しっかりと勝つことができてましたよね。はい、そうしましたら続いてこちらのポイントですね、こちらローエントリーのポイントです。まずモメンタム見ていただいて、このメイン線が基準線より下を推移していること、この100のライン、真ん中のラインより下を推移していることですね。でその際にボリンジャーバンド見ていただいて、この下のシグマラインに触れてること、タッチしてること、でこれただただタッチしてるだけじゃなくて、陰線が必ず2本連続で続いてる場合です。つまり条件が一致しているのがこちらのローソク足になりますので、こちらの達成の次なしでローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。でローエントリーもね同様に実際にエントリーを行ってますので、そちらのトレード模様をご覧ください。はい、そうしましたらね GBP AUD、 こちらでねローエントリーをちょっと待機してるんですけども、そろそろポイントが来そうですね。はい、したら今10万円でローエントリーを1本だけ行いました。まずはねこちらの結果を見ていきましょう。はい、そうしましたらねしっかりと陰線形成されてますね。で今回10万円でのエントリーしたので8万円です。ペアートが 1.8 倍なので8万円の利益の獲得となります。はい、そしたらしっかりとイメージはできましたでしょうか。で今回この章ね、確かにこれだけでも十分に収益を上げていくことは可能なんですが、さらに期待値を上げる方法っていうのがあります。今回は特別にこれも紹介するんですが、せっかくなんで違った局面で見ていきたいと思います。はい、そしたらねちょっとこの辺りでやっていきたいと思うんですが、何をするかっていうと、ここにあるインジケーターを加えていきます。でそのあるインジケーターっていうのはズバリ移動平均線です。ここに移動平均線を入れていくんですけども、ちょっとまずはね先に挿入しちゃいましょうか。この挿入のインジケーターでトレンドに進んでいただいて、このムービングアベレージですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。でまず期間を7、移動平均の種別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。こちらで OK ボタンを押していきます。はい、そうするとこのように移動平均線が挿入されます。で早速ちょっと条件からやっていきたいと思うんですが、まずこの移動平均線、期間7で設定していただいたこちらの移動平均線ですね、これがボリンジャーバンドのセンターライン、この真ん中のラインに対して下から上に抜けたことを確認してください。でその際にこのモメンタム見ていただいて、こちらの100のラインに対して上を推移していることが条件となります。つまり条件が一致しているのがこちらのポイントですね。こちらのポイントの次の足でハーエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で反対にここはローエントリーのポイントです。ここね
一見条件が揃ってるポイントに見えるんですが、条件が一致してないポイントです。なのでここはスルーしてください。なので条件が一致してるのがここですね。これが条件が一致してるハーエントリーのポイントで、次なし要線形成されていてしっかりと勝つことができています。でここも条件一致してないんですね。仮にここでローエントリーを行った場合、次なしが要線で負けちゃってるんですね。つまりしっかりと条件とは守るようにしてください。はい、そうするとこちらですね、こちらがローエントリーのポイントです。この移動平均線、こちらの移動平均線がこのボリンジャーバンドのセンターラインに対して上から下に抜けてること、そこに対してモメンタム見ていただいて、この100のラインより下を推移していることですね。以上の条件を確認した上で次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。でここもね、しっかり条件が一致していてしっかりと勝つことができています。はい、ということでね、今回の主張はどうだったでしょうか。今紹介してきたワンポイントアドバイス、これをしっかりと取り入れていただいて理解していただいた上で使っていただきたいなと思うので、この動画を何度も見返していただければと思います。で仮に理解できなかった、1回じゃ難しかったよって方も何度も見ていただければ必ず習得できますので、しっかりと理解した上で活用するようにしてください。でもしね、わからないことがあれば何でも LINE の方で聞いてください。本当に箇条書きとかで構わないので何でも質問いただければと思います。はい、そしたら今回の動画が参考になったよって方はグッドボタンとチャンネル登録は必ず押してください。次回以降も初心者でも勝てる簡単に稼げる手をどんどん紹介していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。